どうした、ナコルル。しっかりしろ、ナコルル。ナコルルってば。気がついたのね、ナコルル。マナリ、よかった。ナコルル、おかえり。ヤンタム。ただいま。恐れ山に現れた。1004年の昔、捨てられし赤子の憎悪の化身とも言われておるが、定かではない。それは初めは小さかったが、口寄せの女の体を借り、次々に魔物を取り込み、力を蓄えていったのじゃ。そしてついに世界を食らい始めたのじゃ。おいおい、ばあさんたち、またその話か。ヤンタム、そんな昔話を大げさに話しちゃってかわいそうに。泣いてるじゃないか。あんまり子供をからかうもんじゃないぜ。バカ者、これはカモイコタンに昔から伝わる大切な言い伝えじゃ。お前はいつも大人をからかいすぎるぞ。俺は昔の言い伝えより今のことの方が大事なんでね。ナコルルのお見舞いでしょ。僕も行く。私も。俺も行く。私も行きたい。早く早く。そういうわけで、まったな、ばさん方。やれやれ、気はいいやつなんじゃが、わしがもう少し若かったらの。なんと、じゃあルンベを脱いで、ナコルル。ひどい。レイ様。ねえねえ、ナコルルの怪我はどうなのかな。だいぶ回復してきてるから、今日あたり外に出られるんじゃないか。
なかった。壁を無なり、続けて。ナコルル、大丈夫か？いや、長老がナコルルに。おい、こら！見ちゃダメ！こら、ミカと離せ！やんたむリムルル終わっちゃっちゃやりやりムルルちょっと待てなんだおめコンヌなんだディア大丈夫やんたむひどくやられちゃったもんだなでもよかったねナコルルの怪我もうすぐ治りそうでまだ少しかかりそうだけどね最初の頃はほんとどうしようかと思っちゃったけど、ここまで治ればもう大丈夫。いや、痛い。大丈夫？どうしちゃったの？ダメだよ、しつけはちゃんとしとかないと。はい。今まではこんなことなかったのにな。さあ、助かりたかったらあの子を殺すのよ。さあ、殺さなきゃあなたが殺されるのよ。変わってしまった。何があったの？あの旅の間に。ナコリル、あなたはなぜ戦おうとしないの？ケチナコルルなんて帰ってこなきゃよかったんだそんなちょっとハクテなんてこと言うのよなんだ俺今何を言ったんだひどいよハクテみんなやめてナコルル長老がお呼びだぞやどうせまたお天気占いでもさせよってんだろうぜナコルルどうしたの？なんだか元気ないわよ。まだ傷が痛むの？ありがとうマナリ。でもなんでもないの。なんでもないって顔じゃないぞナコルル。気分が悪いなら無理して長老のところなんかに行くことないさ。でも大丈夫だって。
しまったんだろう。一体何が変わってしまったの？いつも明るかった姉様だったのに、あの戦いから帰ってから父牛に手を触れようともしないし。あれ？姉様帰ってたの？姉様？ナコルルはまだか。おお、ヤンタム、ナコルルは一緒じゃないのか。まだ傷が痛むらしい。少し休ませた方がいい。じゃあいつから狩りを始めればいいんだ。天気も占ってもらわんことにゃ。大の大人がいつまでも怪我した女の子に頼ってるなんてみっともないぜ、ヤンタム。最近マナリとはどうなんだ。ああ、大切な幼馴染だからな。なんじゃあいつは。いつものことじゃろ、いつもの。またやったようだね、ヤンタム。この村で長老に逆らったらどうなるか。俺は何でも女の子に頼ろうとする大人なんか信用しないのさ。ヤンタムらしいね。じゃが長老も最近固くなになったよな。そう、若い頃は女子供には優しいいい男だったんじゃが。風ね。昔よくヤンタムーと3人で遊びに来たわね。浅いぞマナリー。待って、気持ちいい。俺のところはもっと気持ちいいぜ。が旅に出てからヤンタムはあまり私を誘ってくれなくなったの。そう。ねえマナリ、歌を聴かせてよ。え、でも私は。小さい頃はよく歌ってくれたじゃないの。ね、私それが楽しみだった。もうナコルルったら。恥ずかしいから顔見ちゃ嫌よ。白く霞む雪の森に運命の恋が降ってきた。歌わないの？それは、
の方へ行きましょう。どうしたの？この声、なんで怒っているの？逃げるの、ナコルル。それは…おい、ナコルル。姉様、大変なんだ。父親が亡くなっちゃったの。私は…マナリ、大丈夫？私、生きてる。あれ見てよ、姉様がやったんだよ。父親が消えたからどうなったかと思ったけど、やっぱり姉様だったんだね。あのヤンタム、ナコルル、もう父親は抜くな。え、お前がもしまた戦うようなことがあれば、今度は俺が行く。ヤンタム、ありがとう。私も見てて、ヤンタム。無理だって、足のつくところでも溺れるくせに。あ、バカにして、見ててよ。ったく、言わんこっちない。ヤンタム、離さないでね。だったら深いところに入らなきゃいいだろ。ごめんなさい。しょうがないな、岸まで引っ張って行ってやるよ。うん、姉様も一緒に来ればよかったのに。あなたのせいよ。あなたが戦うのをためらっている間に、世界はこの有様。あなたが幸せになろうとすれば、それだけ多くの人が死んでゆくのよ。この子たちだって、もっと生きたかったでしょう。私は
どうしよう。ナコルル、姉様、ナコルル、ナコルル、隣の村が大変なんだよ。ナコルルだ、ナコルル、隣の村が疫病にかかって全滅したらしい。父様がナコルルに来てほしいって。全滅した村のたった一人の生き残り、ミツキ。幸い病にはかかってないようじゃの。ただあまりのことに記憶に混乱があるようじゃな。あの人、長老の家に住むことになったのかな。のかな。長老も隅に置けねえな。あの二人、一緒になるのかな。ねえマナリ。ねえマナリ。ん？さあ。でもあんな綺麗な人となら誰だって結婚したいと思うさ。もう。あいててててて。なんでしてるんだよ。私はカムイコタンで静かに暮らしたいだけなのに。でも母様、父上が呼んでいたよ。父上、ナコルル、あの方をそんな風に呼んではダメよ。だって本当の父様みたいだし、母様が父上と結婚してくれればいいな。愚かな、巫女は結婚してはいけない。あなたを愛していました。巫女が夫を持つことはできないわ。巫女の掟があるから。母様、泣いてるの？どうしたの急に。今母様が泣きそうに見えた。泣いたりしないわよ。そう、泣かないわ。私は大丈夫よ。私は愚かね。巫女の使命を思い出しなさい。現実から逃げないで。私は逃げてなんて。あの男のことは忘れてしまいなさい。わかってるでしょ、ナコルル。どうしたの？あなたも一人ぼっちなの？